こんにちは、山下雄平です。ダイエット企画、久々にですね体重を測ってみたいと思います。最近はですね、食品レビューが増えまして、こう毎日お菓子とかを食べてですね、ちょっとやばいんじゃないかと思ってるんですけども、まあまあ大丈夫だろう、ちょっとぐらい食べるぐらい大丈夫だろうと思ってるんですけども、まあちょっと体重計に乗るのは怖くてですね下げていたんですが、ここら辺で乗ってみたいと思います。以前はですね、体重は50代に入ってちょっと平行線やったんですけども、体脂肪率が増えたのが気になりまして、水を飲むなどしていました。果たして体脂肪率は減っているんでしょうか。それでは測ってみたいと思います。それでは乗ってみます。体脂肪率は減っていました。体脂肪率はやばい、いやちょっと思ったよりショックですね。これはやばいですね。わあ、やっぱ毎日ちょっとずつでもお菓子食べてたらダメなんですね。ちょっと見直したいと思います。次回はですねちょっと本気を見せます。ここ期待。それではまた。ライブ情報、アルバム購入ページ、ラジオの出演情報は下の説明欄よりぜひチェックしてください。